先日なんですけど、私トラペジウムという作品を映画館で視聴しまして、ネタバレなしで感想動画投稿したんですけど、このトラペジウム明日もう一回視聴しに行こうかなと思ってまして、でその際にはですね、ネタバレありで感想動画投稿したいなと思っておりますので、ご興味ある方は視聴していただけますと幸いですっていうところで、このトラペジウム2回目見に行こうとしている私が今回お話しさせていただくのは、狼の香辛料第7話の感想というところで、まあ、前回の第6話でですね、お話に一区切りついたんじゃないかなって思いまして、第7話から新しいお話が始まっていったかと思うんですけども、この第7話、いろんな見どころがね、あったかと思います。相変わらずロレンスとホロの会話劇面白いなっていうところもありますし、いや、羊飼いですか？いや、どういう風に絡んでくるんかなみたいなところで、楽しみなポイント多いかと思いますが、そんな第7話の中で私が、特に注目したいなと思ったのは、信用買いというところで、まあ、ロレンスがね、ポロッと信用買いという言葉を出しておりましたけれども、この信用買いというところについて、今回深掘りしていきたいなと思います。よろしくお願いいたしますっていうところで、まあ、こういうところが、狼と香辛料、私が大好きだなと思うポイントなんですけれども、何の説明もなく信用買い、ポロッって言うじゃないですか。で、前のお話でも、ロレンスって、もう、ポロッと為替っていう言葉をね、出していたっていうところで、経済が大好きなね、私からすると、もう、おもろいなぁと思うんですけど、今回、信用買いという言葉が、どういうシーンで出てきたかっていうと、胡椒の取引をするシーンで、信用買いという言葉が出てきたんですね。で、まあ、前回のお話ですね、胡椒をですね、報酬としてもらってるんで、その胡椒を使って儲けようというところですね、取引をやっていたんですけど、相手の商人にね、騙されていたと、それで、まあ、天秤でですね、胡椒の重さみたいなところを測っていたかと思うんですけども、まあ、机がね、もともと傾いていたっていうところで、まあ、騙されるところやったんですね。なんですけど、やっぱ、ホロはそういうの見抜けますから、まあ、見抜いたよという、ところでですね、逆に、嘘をついていた商人に対して、立場が上になって、ロレンスがね、上になって、まあ、さらに、取引をふっかけていったと。で、その時に、信用買いっていう言葉が出たのかなと思います。で、どういう内容やったかっていうと、まずはですね、まあ、お前嘘ついたのは、まあ、まあまあまあ置いといてとね、胡椒をちゃんとした、取引やりなさいよっていうのを言いますよと。で、その取引で得た額ですね、その額の2倍の額で信用買いをさせてほしいと。で、高級な武具をもらいたいですっていう、そういう商談をですね、嘘ついた商人に吹っかけまして、まあもう嘘つかれてますからね、弱み握られてるんで、承諾をしたよという、そういう展開やったかなって思います。で、まず、信用買いって何っていうところからお話しさせていただければなと思うんですけど、まあ今回信用買いって言ってましたけど、まあ信用取引ですね、今回、ロレンスは行ったというところでございます。で、この信用取引はですね、株であったり、FX やっている方であればもう馴染みまくっているね、言葉かと思いますけれども、まあ、簡単に説明をしますとですね、今持ってるお金以上の、取引ができるようになるっていうのが信用取引なんですけど、まあ、ただただね、今持ってるお金の額以上の取引ができるわけじゃなくて、担保として、まあ、お金をまあ差し出さないといけない。まあ、これ証拠金って言うんですけど、まあ、お金を差し出すこと、担保を預けることによって、今持ってるお金以上の取引ができますよと。それが、信用取引になります。これをですね、さらにわかりやすくすると、ロレンスはですね、今回の商人に対して借金をして、で、武具を買いますよっていう、そういう取引をしたっていう流れなんですよね。で、これ我々の現実世界にね、その株とか FX とかね、それを省いて、わかりやすく当てはめるのであれば、クレジット決済なんかがわかりやすいのかなと思っていて、クレジット決済って今持ってる現金以上の買い物ができるわけじゃないですか。で、これなんでできるかっていうと、クレジット会社さんがですね、まあ、払ってくれてるからっていう話なんですけど、これ、クレジット会社さんに借金してるっていう形なんですよね。だから、後々未来の自分がですね、クレジット会社さんにお金を払わないといけないっていう形になってくるんですけど、これなんでクレジット会社さんがお金を貸してくれているかっていうと、信用を担保に置いているからっていう話なんですよ。で、クレジットカードを作るときって、まあ、最初に審査あるじゃないですか。あ、この人やったら、お金貸してもいいかなみたいな。これぐらいの限度額やったら、じゃあクレジットカードを発行できるかなっていうところで、自分の信用っていうものをクレジット会社さんに担保として置いているから、このクレジット決済っていうのが成り立っているって、クレジット会社さんに、まあ、借金できてますよっていう流れなんですよね。これを、今回ロレンスはやったっていう、簡単に言うとね、やったっていうところで、
ございました。具体的にロレンスの取引をお話ししていくと、まあ、今回胡椒が売れましたよと、まあ、100万円でね売れたとします。で2倍の信用買いをしたいって言ってるんで、この100万を、まあ、おそらく商人に担保として渡しておいて、200万円分の、武具をですね、高級な武具を、買わせてほしいと。要は100万円ですね、借金をしたっていう形になるんですね。なんですけど、なんか北の大原生っていうものがこの世界にはね毎年行われているっぽくて、でその時期になるとやっぱ武具集めないといけないっていうところで、需要が上がってですね、価値が上がるらしいんですね。まあ、価値が上がればですね、値段は上がるっていう話なので、まあ、次行こうとしている街ですか、でこの今買った武具を、売りますよと。でおそらくロレンスの中では、まあ、300万ぐらいで売れるんちゃうかと思ってると。でこの300万の中の100万円を、商人に返すことによって借金はチャラになりますよと。で一応200万円で武具を買ってるっていう形になるんで、100万円がロレンスの、利益になりますよっていうところですね。なので今回ロレンスのセリフから持ってくると、その今取引してる商人となんか仲良くしてる、商会が次行く街にあるでしょと。でそこで売るから、そこで貸し借りはなしになるんで借金はすぐ返せますよっていうセリフがあったんですけど、こういう流れをロレンスが想像してるっていう話なんですね。この流れをロレンスはさらっと説明していたっていう話になるんですね。いやおもろいなぁと思いながら視聴していた次第でございました。ほんでこの展開から盛り上げるってなったら、これほんまにごめんなさい、メタ的な発言になっちゃうんですけども、想像になっちゃうんですけど、ロレンスが損するしかないと思うんですよ。今回の信用買いデータ武具を、まあ、売りに行こうとするんやけども、まあなんかで、武具がですね、あの価値上がってないと、需要上がってないというところで損をするっていう、そういう展開になるんじゃないかなって、あの個人的にこれはほんまにメタ的なあの考えです。こうなったら盛り上がるなっていうあの感じなんで、あのどっかからの描写から読み解いてるとかはないです。なんかこうなるんじゃないかなって思うんですけど、ただそう考えてくると、今回信用買いをした、商人の反応ってなんかちょっと怪しいなって思ったりもするんですね。まずロレンスから信用買いをふっかけられた時、その2倍の額で信用買いさせてくれって言った時に、あの断ろうとしたじゃないですか。いやそれはちょっとみたいな感じになったかと思うんですが、これなんでかっていうと、これ単純にロレンスにお金貸したくないからっていう話だと思うんですね。まあおそらくロレンスと取引したのって初めてなんちゃうかなって思うんですけど、初めて会った商人にやっぱお金貸したくないというか、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、そんな仲良くない人にお金貸したくないじゃないですか。帰ってくるかわかんないからっていうところで、であの商人っていうのは信用買いに対して拒否反応を示したんじゃないかなって思うんですけど、その信用買いで何を買いたいかっていうところ、まあロレンスは高級な武具って言ってましたけど、その武具って聞いた時にちょっと商人考えたんですよね。ちょっと間が空いて武具ですかって言ったんですよ。でその後なんで武具を買うかっていうところの説明がロレンスからあって、まあ今から、北の大遠征ありますよねと、こんなん毎年ね勝ち上がって儲かるんやからええやろがいみたいな、説明がロレンスからあって、そこでももう一回武具ですかって言ったんですよ。でうなずくっていうシーンがあったんですけど、これなんか怪しないと思って、で私のこのメタ的なね予想、今後ロレンスが損をするであろうっていうメタ的な予想をですね土台にして考えていくんで何も当てにならないんですけども、多分商人はこの武具がですね今年に限っては価値が上がらないっていうことを知っていたんじゃないかなって思うんですよ。だから武具って聞いてなんかちょっと間を空けて考えるっていう、そういう描写があったんじゃないかなと思いました。ここで違和感が生じるんですけども、もし商人が武具が今年売れないって分かってるんやったら、ロレンスにそれ伝えた方がいいんですよ。なんでかっていうと、今信用買いをねしようとしてるっていうところがあるので、この武具が儲からなかったら借金が返ってこないんですよね。自分のところにお金返済来ないっていう話やから、商人が損してしまうわけなんですよね。だからいや武具はやめといた方がいいですよと、今年儲からないんでって言って止めて他の商品を提案した方が絶対いいんですよね。でもそれを言わなかったんですよ。これおかしいなーっていうポイントなんですよね。ただこのおかしいなポイントを覆すところも一応あるかなと思っていて、この商人が仮にねその儲からないと、今年武具が儲からないっていうことを知っていたのであればですよ、知っていたのであればっていうか、知っているっていうことは武具が毎年儲かってるっていうことも知っているっていう話なんですね。
ということですよ。武具を在庫として確保していた可能性があるんですよ。なんですけど、今年儲からないという情報を聞いた。ってなったら、この武具売れないぞと、在庫抱えることになってまうやん。どうしようっていう悩みがあった。そんな時に、そんな情報も知らないロレンスがやってきて、まあ信用がいいやけれども、武具を買い取りたいっていうやつがおると。これ、ワンチャン借金返ってこない可能性もあるけれども、でも、在庫を抱えてるだけやったら、ほんまに損しちゃうから、まあ、担保としてね、諸国金としてロレンスがお金もらってるはずなんで、もうそれだけでも回収できればええわっていう、そのなんかいろんな考えが巡っての、あの間があって、まあ、うなずいたんじゃないかなっていうところを、まあ、感じましたね。なので、商人的には在庫処理をしたいっていうところで、まあ、ロレンスに、まあ、武器を売るというですね、まあ、信用買いを、まあ、認めていった、承諾していったっていうポイントがあったんじゃないかなっていう、まあ、微妙に考える、間を空いて答える商人っていうところでですね、ちょっと違和感を覚えたんで、まあ、そういうこともあるんじゃないかな、と思った次第でございましたが、これは私のですね、勝手な妄想を土台として作り上げている予想なんで、まあ、わかんないんですけども、商人のあの間はちょっと気になったなーというところでございました。というところで以上で感想を終わりたいなと思います。ぜひ皆さんの感想コメント欄で教えてください。チャンネル登録するとかお任せするんですけど、おすすめの子はどっかにあると思うんで、あと1分くらい視聴していただけると幸いです。ハッピーで君の届けで。